Attention, Daniel, deux poissons s'il vous plaît. Yep. Ok, d'abord deux risottos, on y va. Attention, et c'est la table là. Ah, Daniel, six poissons tout de suite là. Oui, chef. Poissons combien de temps là? Ouais, on y va, quatre risottos s'il vous plaît. Yep. Et quoi, comment c'est foie gras? みんなの動きは遅い、まあ、自分も含めてみんなの動きはだいぶ遅いですよね。それはどっちと考えるかじゃないですかね。ブレーキと考えるのか、それを車で行ったら車検と考えるのか。やっぱり自分は27年間ずっと走りっぱなしだったので、いつかは故障すると思うんですよね。ですから今のうちに整備できるものは整備して、次に走る時に今までが80キロで走ってたところを100キロで走る改良ができるわけですよね、その3ヶ月で。そこをどうブレーキと考えるのか、反対にそこをオプションをつけてもっと強くいくのかってことですから、もうそこはもう考え方だと思うので、ですからここを今回やっぱり一番重要なことは、うちはチームで三つ星を取ってるわけですから、そこでチームの人間を誰一人リストラしない、そこが一番自分の中で重要なんですよ。まあ、彼ら的には結構自分で働くのはきつかったと思いますよ。もう毎週のように出まして、じゃあちょっとこれ勉強しといて、いやこういうことを勉強しといて、課題をやることによって彼らにとってはゆくゆく何かで使えると思うんですよね。最終的には彼らがシェフになったりとか、サービスの人たちがもっともっと上の立場になるわけですから、その人たちのためを思って、3ヶ月時間が余りました、で時間をどうやって潰すのかじゃなくて、どうやって使うのかということをやっぱり上の人間は教えるべきだと思うんですね。ですから結構今昨日から来てるお客さん、なんでこんなに自分料理知らないんだろうとっていうことですかね。そこを痛感したって感じです。フランス料理だけを考えたとしても、なんでこんなにまだ全然未熟なんだろうってことですね。そこを痛感したって感じですか。料理の本見たりとか、いろいろな違う世界のその違うジャンルの料理を見たりとかのその本とか、そういうのを見て、やっぱりそうですね、あこういうものもある、こういうものもある、昔はこうだった、この考えがあった、一応まあ分かってるつもりだったんですけど、全然分かってない。変わったまではいきませんが、これは変わらないです。実際の話ですよ、ここで変わってたら別に、いやここで変わってたら、いやもう自分自体がダメな人間じゃないですか、反対に、やっぱりプロとしていつでもモチベーションを維持して、高いモチベーションをずっと維持するってことが自分たちの絶対条件だと思うんですよね。いつでも満足しない、ですから極められないから極めたいってことですよね。一流になれないからなりたいわけですよね。そこがなかったら進化はしないので。もう本当になんか、まあ、2人で喧嘩してる人が来て、1人が泣いてて、で最終的にご飯を食べて、でうちのサービスが一生懸命頑張ってくれて、最終的に笑顔で勝ってくれる時もあるんですね。それっていうのがやっぱり自分たちがいる価値だと思うんですよね。自分たちは体の薬を作ることはできない、
うちのスタッフに昨日言ったんですけど、なんだけどうちの料理を食べてうちのを体験してもらって心の薬はなりうるよねと、自分たちはそこを目指そうよと。